今回今和の国のアリスシーズン2でウサギ役を務めました土屋太鳳です。今日は私がシーンを見ながら今和の国のアリスシーズン2の撮影についてお話をしていきたいと思います。結構割と最初の方にワイヤーを使って走ったシーンなんですけど、実際速く走るのと映像で速く走って見える走り方って違うので、普段の地面と違ってコンテナってこうボヨンボヨンボヨンってしてるんですよね。だからすごくこう走るのが走ってるようでこう上に跳ねちゃうのでとても難しかったです。ワンよりかはちょっと走りやすいスニーカーにして、実際すごい動きやすく、もう全然シーズン1より動きやすかったです。だからすごいいろいろ改善点をしっかりこうスタッフさん方と相談した上で臨めたっていうのはシーズン2だからこそできることかなっていうふうに思うんですけど。ここの大ジャンプですよね。そのどこから手を出すかでウサギがこう本当に届きたいって思う、そのなんか最後の手の伸ばし方が一番結構大事だったりして、そのタイミングが結構難しかったですね。練習でいっぱい力をもらっていたアクション部だってしたので、信じながらジャンプしたのを覚えてます。こうやって言ってバーンってやってクーってあるじゃないですか。ヘアの方に、ね、タオちゃん、あの筋トレの効果出てたよ、すごかったよって言われて、で私はふとあれって思って、筋トレしてないなって思ってこれは載せなくて全然話したかったんで。あんたには興味ない。ウサギっていうのはその格闘技を習ったことがないので、習ったことがない人が動く動きっていうのを模索するのがすごく課題でしたね。やられてる、パコパコパコってやられてる時に、本当だったらこうやってやったりとかするはずなのに、ずっとこうやってやってたりとか、あとはもう殴れないから掴みにかかるとか、今のシーンでこう下からこうやられるシーンがあるんですけど、うわーって言ってこう山上に動いてるんですよね。本来だったらあのもう下にふっていっちゃえばいいんだけど、無駄な動きを入れるっていうところがやっぱウサギのアクションなので難しかったです。ただこう良ければいいとかじゃないので、アクションってすごくそもそもが危険なものなので、あの本業じゃないから、だから 80% 冷静 20% アドレナリンぐらいでいいのかなっていうふうにはすごい感じてやってました。今和の国のアリスシーズン2はNetflixで配信中です。ぜひご覧ください。